はい、どうも、クイズ塾長のトマです。今回なんですけれども、 SCJ2 日目やってまいりました。今日は東映工業さんの最新のマシンを紹介してもらう人に連絡を取って、今日の朝だったらまだ疲れてないので説明できるということで、ちょっと突撃したいと思います。今日は2日目で出てる出店者さんもほとんど一緒なんですけど、2日目の大イベントとしては EXILE の哲也さんがね来られるということで、ちょっとここから見えないですけど、めちゃめちゃ若い女の子がいっぱいいて、なんでこんな多いんやろうと思ったら、もう出待ちの子やったみたいです。で、そのイベントにバリスタ世界チャンピオンの井崎秀則さんとか、サルテックコーヒーの社長さんとかも出られるそうで、まあコーヒー好きの方にとってもね、ためになるイベントなんじゃないかなと思います。では早速土屋工芸さんのとこ行ってみましょう。すいません、京都で待ってる。待ってる。ありがとうございます。いただきます。はい、ということで早速東映工業さんやってまいりました。今日は佐永さんにマシンを説明してもらおうと思います。東映工業の佐永です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すごいですね。もう全部東映工業さんで扱われてるマシンがここにあるということですかね。はい、ずらっと並んでます。まあ、これが一番有名ですよね。ブラックイーグルというモデルで、うちが扱っているあのシモネレ社っていうところがあるんですけれども、そこのビクトリアルディーノというブランドのですね、最高機種になります。はい、いわゆるエスプレッソマシンの中で、まあ、最高位になるような感じのマシンですね。スターバックスリザーブさんとかでも使われてるやつですね。そうですね、全然入ってます、ね。はい、東京でしたら中目黒のロースタリーさんですね、あそこにも1階から3階までズラズラズラーってそういうマシンですね。まあ、ただまあまあ値段すると思うんで、今回新しく出たイーグルワンでしたっけ。はい、イーグルワンのプリマっていう。イーグルワンプリマ、はい、これが、ブラックイーグルと同じ会社ですか。はい、ビクトリアルディーノに。どう変わったかをちょっと説明してもらいましょう。はい、何色あるんですかこれ。今そのスタンダードカラーが白黒とあとスティールなんですけども、はい、オプションでこういうパステル系のカラーもあるんですけど、大体今全部で8色だったりします。かわいい。今回はその中1、2、3、4色ですかね、はいはいはい、展示会用に取り寄せて、はい、でまあ一応これ販売できるんで、はいはいはい、でこれブラックイーグルとはどう違うんですか。ブラックイーグルと比べるとですね、あのエスプレッソマシーンのグレードに関してはイーグル1っていうのはブラックイーグルの次のクラスになるんです。ほう。なので、まあ、グレードに関して言うとブラックイーグルも下がるんですけれども、ただ性能的にはもう全然ハイゲンドマシーンの中に入ってくるので、性能的には本当にもう上から数えた方がいいぐらいの。上から数えて2番目ぐらいです。おー、それはいいですね。あ、でもブラックイーグルは2連カラーしかないですよね。はい、イーグル1プリマはこの一連のやつが売ってるということで、めちゃめちゃコンパクトなんですよ。そうですよね。そこらにあるワングループマシンよりもさらにコンパクトで置く場所を取らないで、はいはい、かつ省エネ、省エネなので、まあ、ランニングコストが下がってくる、電気代が下がってくるんですよ。ほなもうちょっと小さめの自家焙煎とかカフェとかの方が置きやすい大きさっていうんですね、はい、もうどこでも置いてもらえる。そうですね、はい、でも見た目もこんな感じでシュッとしてるので、はいはいはい、あんまり主張しすぎないんですよ、ね、それで、ね、結構落ち着いた佇まいなので、ここに置いていただいても馴染むかな、うんうんうん、はい、確かにこれ普通の、まあ、よく見る一連のこのぐらいの大きさのマシンってあるじゃないですか。それとズバリ何が違うんですか。何がいい点なんですか。まずですね、一番大きな点としては温度管理がきちんとできる。ほう。他のエスプレッソマシン、まあ、同じ一連でも、はいはい、温度管理できるマシンは、はい、まあ要素あるんですけれども、はい、精度としては明らかにプリマの方が高いですね。ほう。なので温度帯によってコーヒーから出てくる味わいって変わってくるんですよ。それを正確に狙って抽出できるマシンがこのプリマ。ブレない。ブレない。なるほどなるほど、はい、これ結構小さいマシンとかだと1回抽出したら次も抽出できないとかあるじゃないですか。これ連続でどれぐらいいけるんですかね。まあ、そこなんですけど、はい、そのまあ、エスプレッソに関してはほぼほぼ
連続駐車としてもらっても問題はないです。え、そうなんですか。いけます。止まらないですか。圧力下がったりしないんですか。しない。肝心のこの、まあ、一番肝心なところがスチームのボイラーなんですよ。はい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 。ちょっとこれからの時期はホットのアルテがいっぱい出てスチームすごいふかしてパワーダウンしちゃうっていうのがあるんですけど、はい、このプリマに関してはそのスチームふかした後リカバリーっていうのがむちゃくちゃ早いんですよ。本当にミルクスチーミングして絵描いてる間で圧力が戻ってくる。なるほど。で連続で使っていただいても全然へこたれない。あ、その辺がやっぱ一番業務用でも安めのエスプレッソマシンと比べて違うところなんですね。そうですね、はい、そういったところがやっぱりまあそのハイエンドマシンやって言える、はい、醍醐味。うん、ちょっとやらしい話いいですか。上代、はい、いくらぐらいするんですか。これね、上代は123万円です。123万。上代高いって思うかもしれないんですけれども、うん、実際使っていただいて、うん、物が分かると、うんうん、ああなるほど。いや僕のイメージとしてはその業務用のそれだけあの連続で抽出できるマシンっていうので123万円やったら安いかなと思います。もちろん上代なんで、あの、いろいろあると思うんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このマシンと、一応2連とか3連もあるんですよね。あります。で、今使われてるので、ちょっと使えないですけど、あちらに、さっきまで井崎さんが調整してくださってたんですけど、どっか行っちゃった。チャンスがあれば映っていただきたかったんですよ。でちょっとこのミルも気になるんですけど、これもなんかカラー豊富ですよね。そうですね、今回このイーグルワンのプリマに合わせて弊社の方でも取り扱い始めたアトムっていう素材なんですけど、ちょっとまあ並べた時に背格好がちょうどいい。はいはいはい、グライナーもツラもいい感じに馴染んでくれるので、まあ、ちょっとセット販売でどうでしょうっていう感じで教えるグライナーにはなります。あ、まあ、そしたらセットで買っていただくとお得になるとかあるんですか。そうですね。基本的に一緒に買っていただけると頑張ります。お、さすがです。これでもなんかちょっと変わってますね、出口。こんな2ついてるやつ。これはですね、あのドリップ用に豆引く用の。なるほど。ケザラという。へえ。で本来やったらあそこにあるんですけど、はいはい、ハンドルを置けるような。爪が取り付けられるので、はいはいはい、なので2通り使い方が。なるほど、ドリップ用もできるしエスプレッソ用もできるし、はい、性能的にはどうなんですか。僕の知ってるのはだったらミトスとかよく使ってたんですけど、ミトス1とかと比べるとそうなんですね、はい、今回の展示会で初めて触ったで、まあやっぱりその弊社の扱ってる下塗りだと、はい、ミトス1っていうのが一番、まあ、皆さんよくご存知のグライダーなんですけど、はいはいはい、引いてきた粉がすごくサラサラで、ほうほう、あんまミトス回らんでしょ。それ言っちゃっていいですか。変わらんほんまに綺麗だ。それぐらい綺麗ってことですね。綺麗だ。なるほど。すごい動作も静かですし、ほうほうほう、はい、本当はあのちっちゃいお店やったらグライダー引いた時にギャーって音が結構鳴るんですけど、はいはいはい、それはやっぱりします。はいはい、まあでも今回コンセプトとしてなんかコンパクトなもので省エネっていうことですかね。まあちょっとクラナーコールしてる時代が26万。ほう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 、ちょっと後で使わせてもらってもいいですか。このマシン使わせてもらう前にオスカーとか結構チャンネルの視聴者さん気になってると思うんですよ。あ、新しい。はい、ちょっとそれもいいですか。はい、こちらがオスカーヌードになります。はい、今までオスカー2っていうのが一番皆さん名前聞いたことあるっていう、まあ、家庭用のエスプレッソマシンだと思うんですけども、はい、これの新しいバージョンになります。かっこいい、はい、シュッとしました。シュッとしてますね。なんかしかもここ見やすいですね。見やすくなりました。あとこういったその受け皿のトレーのとことかもバッキーも変わりましたので、見た感じの印象が結構スタイリッシュになったかなと思います。はいはいはい。てかこれ持ち手木ですか。これそう、木なんですか。かっこいいですね。それおお、高級感ですね。はい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 、はい、カラーもですね、今までだいたい黒と赤の2色やったんですけども、今回こちらにあるようなパステルカラーも取り揃えてますので、そういうまあ色の選択ですね、お店の雰囲気に合わせて選んでいただけるようになってきました。これ、うん、オスカーっていうマシンの上、はい、工芸さんの扱ってるマシンの中での立ち位置みたいになってる、はい、どのぐらいなんですか。基本的にはオスカーっていうモデルが家庭用の
エスプレッソマシンになるんですけれども、はい、ちょっとした業務用、まあ、そんな杯数出ないよ、でもまあ美味しいエスプレッソを出したいっていうお店で使っていただけるかなっていうモデルになります、はい、ということは連続抽出はさっきのイーグルワンプリマほどまではできないと。これはちょっと難しい。なるほど。どれぐらいできるんですか。1時間で出る杯数が、まあ5杯か10杯ぐらいやったら何だと思います。ああでもそれぐらいの店多いですね。多いと思います、まあ、レストランとかで、はい、まあご飯食べた後にコーヒー出す、うん、そういったぐらいやったら全然いけるはず、うんうんうん、そしたらもうお値段もちょっと安めでいけちゃうという感じですね。そうですね、まあ、今までのオスカーがだいたい上代30万ぐらいだったんです。ほうほうほう。で今回のオスカームードに関しては、まあ、もろもろちょっとバージョンが上がってたりもするので、はい、上代が38万設定。38万、これ今仮です。はい、仮で、はい、オスカーの前のモデルっていうのもまだ購入することはできるんですか。できます。基本的にオスカー2はそのままずっと続く感じで、その上位にこのムードが。なるほどなるほど。オスカー2の E 版みたいな感じで思ってもらって。なるほどなるほど。お値段気になる方は前のを選んでいただいて、もうちょっと性能いいのを使ってみたいという方はこちらという感じですね。そうですね、はい、なるほどなるほど、はい、でも実際そのオスカー2とは何が変わってんのっていう話なんですけども、はい、この調査版がまず変わってるんですけれども、何が変わったかっていうと、まず温度設定ができるようになりました。 PID っていう機能なんですけれども、はい、あの電源つけたらここにも温度が出てきて、はい、それをまあお好みで設定できるようになってます。はい、まずそれが一番大きいところと、あとスチームがですね、電子制御になりました。今まででしたらここにレバーがあってガッチョンガッチョンやって、はい、オンオフってやってたんですけど、それがスチームのここのボタンをポチッと押すだけでプシュッと始まって止める。へー。なのでスチームのキレが良くなるのと、まあ、そういう操作性が向上してるっていうところが珍しいですね。スチームがボタンになってるって。はい、もうやっぱりここ最近の下塗りの傾向なんですけれども、はい、いろんな部品を電磁制御するような形で商品作ってきてるものが多いので、うんうんうん、さっき言ってたそのコンパクト化っていうのもあって、で、ね、はい、でまあ、メンテナンスの向上にもつながるんです、ね、はあはあ、今までだと部品の摩耗で壊れてしまったものが、まあ、電子制御の方が、はい、壊れにくいっていうのもあったりする。東映工業さんが助かると思う。そう、まあ、お客様もメンテナンスの費用が下がってくるので助かる。はあはあ。ちなみにこれ壊れてしまった時とかどうしたらいいんですか、東映工業さんから買った場合。はい、弊社の方ではですね、基本的に販売後のアフターフォローも続けてやってますので、なんか壊れた調子悪いっていう時は、弊社の方に送り返していただければ修理はできます。で、その間マシンがなくなってしまうっていう状況になるんですけれども、はい、基本的には代々代わりの機械ですをお送りさせていただくので、直してる間使っていただいて、はい、まあ、直ったら、まあ、うちはまたうちの方から発送します。なるほど、手厚い。手厚いです。でも、どこでも行けないですよね、全国。いや、どこでも行けます。え、なんでそんな行けちゃうんですか。こういう小型のマシンやったら郵送で行けるんですよ。はい、はいはいはい。なので、まあ、送って返してもらって、それだけできるんですけども、あとまあ、北海道から九州まで全国1円で、弊社も提携しているその技術スタッフに、はい、まあ、修理していただける方がいますので、はいはい、北は北海道、南は沖縄まで、はい、こういうコーヒーマシンの修理の方も対応させていただけるようになりますので、はい、今365人、基本対応させていただきますので。すごい手厚い保証ですね。ありがとうございます。ということで、東映工業さんの宣伝は終わったということで早速ちょっと使いたくてしょうがないんです。行きましょう。はい、ということで開きましたので早速実際に使っていこうと思います。はい、これ確か勝手に出るんですよね。そうですね、抽出後にハンドル離してもったらですね、はい、オートパージっていうんですけれども、勝手にフラッシングしてくれます。でこれ離してもらうとオートパージでじゃーって、すげえ勝手に出てきた。はい、勝手に清掃してくれます。へえー、じゃあ毎回毎回こう押さなくていいと。そういうことですね。なるほど、はい、じゃあ早速入れていきましょう。はい、このミル使うのちょっと初めてなんで、はい、先ほどのアトムですね、これが。これをはい、ここにガジっていただくと、おー、結構サラサラなんで、はい、で今度の瞬間でもう一回やってみたら、で今日はオンラインで買ってもらったあ、どうですか、クリームベラコーヒーのナリーさんに、なんか
パッと見すごい切れそうな、そうサラサラなんですよ、はい、ほんまにサラサラなんです。静電気をなんか除去する効果とかもあるんですか？ありますね。基本的にコーヒー豆って細かくすると静電気でダマっていう塊が要素が出てくるんですけど、はいはい、それを取り除く潰す効果があるので、こういうサラサラな飯の細かい豆が引けるっていう、そういうグライダーですね。そんなよくしちゃっていいんですか？どうしましょう、ミトス売れなくなったらどうします？ミトスワンはミトスワンでいいグラインダー、 あれはあれでいいグラインダー。失礼しました。じゃあ、はい、実際にやってみましょう。これめちゃめちゃ浅入りの豆です。そうですね、浅入りですね。これどれをしたいですか？ね、こっちかな、はい。どれで作る場合は、まあ、こっちの方がいいですね。あ、どちらも入ります。あら、あ、村宿です。あと通訳で参加してくれてるのは、オランダのコミュニティマネージャーの責任者の西尾になります。西尾、夜中の2時に今通訳で皆さんに参加させていただいています。皆さんお願いします。めっちゃ止めるの遅くなっちゃった。あ、でも同じ3秒入ってるんで、はい、そう、あ、でも分量的にはどうですか？ちょっと蒸らし僕したことなかったんで分かんなかった。ちょっとこのままいただいてみます。はい、どうぞ。ちょっとラテカップになりますけど、シンプルに。いや、なんか豆自体もそもそもいいやつやと思うんですけど、これウニールさんのやつですよね。はい、でもそのいい豆のいいところが全部しっかりと出てるイメージ。結構安いマシンで入れると質感とかがなくなったりするんですよ。豆の持ってるフレーバーとか、なんか雑味のなさとかはそのままいけるんですけど、このなんかトロッとした質感が出なかったりするじゃないですか。まあもちろん圧力がかかってないんで出ないのは当たり前なんですけど、そのエスプレスならではのそのねっとり感というか丸さが出てるのがいいかなと。美味しい。じゃあラテも入れさせてもらいます。ビクトリア、あ、そうなんです、めっちゃ可愛いですね。結構ね、意外と派手派手なイメージもありますね。じゃあ気になるスチームをさせてもらおうと思います、はい、これを下に引いたらちょっと出て、上に押したら押した時だけ、はい、はい、本当にこうやっぱりロサさんの動画ってすごいなっていう、仕事っていうレベルを超えているよなみたいなことを普段から感じているわけなんですけど、その中でもですね、やっぱり本当にこう運営でトップロースターでお忙しいお二人なのに、毎回ゲストとかじゃなくて毎回したいから視聴者としてずっと聞いて、めちゃくちゃ綺麗なチームできますね。はい、マシンがいいのか僕の腕がいいのか分かんないですけど、両方っす両方っす。でもこんな綺麗にできないですよね、その家庭用のマシンでは。なかなか難しいですね。さすがのスチーム、でもスチームやりやすかったですけど。では昨年の質問ですね、パネリストから見たテクニカの価値と期待するものですけど、はい、なので生産者すごいみんな真面目で、すごいリップもあったら言うとっていう意識もちょっと分厚かったですね。ごめんなさい、全然綺麗にできなかった。味をいただきます。そうですね、まあおっしゃられたように、こういうオンラインのセミナーみたいな、いいマシンでできるスチームミルクの味してますね。ありがとうございます。おいしい。イーグルワン結構ドライスチームなんですよね。水分量の少ないスチームでミルクスチームできるんで、ミルクへの加水率が低いんですよ。なので味わいも結構シルキーに仕上がる、水っぽくならない、水っぽくなるほど。あ、それでミルキーなんですね。なんか特にいい豆使うとすごくラテがスイーツっぽくなるんですよ。ケーキっぽい、ケーキ、ショートケーキ食べてる時の質感みたいな、生クリームみたいな質感があるんですよ。でしかも水っぽくならないスチーマーがあることによってさらに濃厚な感じが出やすいっていう感じです。はい、こんな感じですか。ありがとうございます。ざっくりですよ、まだ。
細かい話したらもっとありますもんね、はい、まあ、気になる方はどうしたらいいですか。東映高校ですね、弊社の東京の大田区玉川と、大阪でしたら新大阪の方に事務所ありますので、そちらの方でぜひ試していただけるようにしますので、ご興味をお持ちいただけそうでしたらぜひぜひご連絡お願いいたします。お願いします。はい、すみません、今日お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。